さあやっていきましょう。第3話、俺は体調失格のその4でございます。どうも、ザシでございます。なんか、入りの挨拶をなんか、考えたいなと一瞬思って、すごいいいなってなったのを思いついたはずなんだけど、すっかり忘れちゃった。だいたい動画の入りはさあで入ってるはず。さあ始めようって言ってるんですけどね。おお、ノックがリアリティある。体調大変だ、開けてくれ。だからいい挨拶ないかな。あざすって入ろうかなと思う。アザラシだからあざすって入ろうかなと思うんだけど。見てくれてあざすって。ちょっとそれもなっちゃうから。普通の服で後部に乗れるんだな。普通の服で。本当は神田。まさか一人で刹那のところに。急ごう。というかあれだ。戦闘パート始まると思ったのに。戦闘パートから始まると思ったのに。会話パートから。メモくれんで後部で。クロノス界の刹那がマリアのことをクワッサリーと呼んで挑発したんです。クワッサリー、あなたたちにも話しておかなければならないでしょうね。話はマリアがロシアで暮らしていた頃までさかのぼるわ。暮らしていた。ロシア王朝の圧政に苦しんだ民衆が起こした革命の嵐、その中心となる舞台に一人の少女がいた。少女のコードネームはクワッサリー、つまりそれはマリアのことよ。この説明で大丈夫か。つまりそれはって。クワッサリーとは低い鳥という意味。戦場を黒い炎のように駆け抜ける彼女の戦いぶりからついた名前らしいわ。黒い炎ってなんだろう。彼女には実の兄のように慕っていた隊長がいたの。けれどある戦いで隊長は命を落としてしまったの。味方の援護が遅れてね。マリアは放火に怯えてその時の援護射撃が遅れたことをいつも悔やんでいたわ。へえ。彼女はそれ以来戦場での判断ミスにとても厳しくなったよ。特に小上君、あなたにはかつての自分の姿を重ね合わせているのよ。見ているのよ。悲劇を繰り返さないために判断ミスをに厳しくなったって言ってる間にはこの一人で飛び出すっていう判断はどうなんだろうな。人に厳しいけど自分にはもう一つっていうタイプだね。人に批判的だからマリハンがそんなヘビーな過去を背負っていたとは知らんかったわ。あたいとは長い付き合いなのに水臭いな。格好つけすぎたぜあいつ。俺はちなみに人にも甘いが自分にも甘いタイプ。人のしてることにあまり興味がないといえば興味がないのかもしれない。いや、わからんな。厳しい部分もあるかもしれない。自分の境界があって、自分境界があって、自分協会の内側の人には厳しいけど、自分協会の外側の人にはどうでもいいから甘いみたいな。そりゃダメだろ。そりゃダメだろ。そういう意味では自分に厳しいところもあるんだけど、自分に厳しいところもあるんだけど、表現もある。夜発信。あるんだけど、まあ、基本的には甘いから。多めに見る。自分に対しても多めに見る。まあでもそういうのって言い出したら聞いたよね。ほんと厳しい人いるよね、他人にね。自分できてないのに他人に厳しい人いるよね。俺はせめて人に厳しくする部分があるなら、そこは自分も厳しくしとかないといけないんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。大体みんな普通だな。大体みんな普通だな。マリアあげたいのにな。タラララッタッタン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 ということでね。ということでねって言い過ぎ。ということでねっていうところで話がうまいことつながってないと思う。ということでね、このナウローディングがなんか当時衝撃だったな。当時ってなんで。カシャン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 。どこに逃げた。一冊出てこい。激情しすぎでしょ。日本に来る外人ピッチャーぐらい怒ってるわ。あまりイメージつかんけど、誰だろうな。スタンリッチとか、そのあたり。スタンリッチそんな怒るかな。はははまんまと戦ったな、バカめ。しまった。そんな遠距離機体でさ、のこのこ出ていっちゃダメでしょ。
あれでしょう。あれ？麦わら海賊団だ、そう。それが言いたかった。急げ。こんなもんもう多少なりとも移動が早いカンナを行かせるしかないんだが。ただカンナじゃあれなんだよな。私が頑張んなきゃ。相談すると？爪の必殺技使うのが有効だな。そうか。必殺いけるかな。ここがベストかな。あと1万ぐらいした方がいい気がするんだけど、まあこれでいこう。大岡方針。すっごい使いやすいよなこの機体。この機体がさくらってすごい使いやすいよな。射程ほぼ無限だから。スパロボでこんな使いやすいキャラがいたらずっと使うわ。いきなり必殺技のマップ兵器が射程無限大で一直線でいけるっつったらスパロボならずっと使うわ。たわないな。このたわないなは通じてる？ちゃんと。たわないは通じてる。私が頑張んなきゃ。多分これ広島弁なんだよな。たうたわんは。岡山でもギリ通じるか。広島弁なんだよな。普通に使ってるから。普通に使うんじゃないかな。使った方がいいんじゃないかなと思う。言葉のうちの一つ、日常的に皆さん使った方がいい。タウっていう、到達するっていう意味なんです。到達する、到達のトウの字でそのままトウでタウなんだけど、これ到達するかなっておかしいや。どう言いやいいかわからんけど、これ到達するじゃろうか。違う、なんでじゃろうかのところをつけたな。到達タウ間に合う。なんつのが一番しっくりくるんだろうね。なんつの通常ここを壊せばトゥ100ぐらいいく。いや90か。よっしゃ。思えばあれしてなかった。カバーしてなかった。ダメをして前へ。うちも頑張らせてもらうで。コーラはな、ここでできたらいいんだけどな。ここでできたら行くで。あえてこっちを攻撃したら理由がある。あえてね。コーランだと思って大神さんをこっちにした理由がなくなっちまった。私の出番ですわね。どうすかな。こうでしょうね。怖い。弱い。スミレさんが弱い。カンナを守っていく。サンキュー。助かったぜ。遠いな。霧島流の恩見せてやるぜ。遠いな。ほ、ドラム缶。ちょうどいいです。
うちも頑張らせてもらうで。これで合ってっか、これで合ってっか。これはほっといて先に進んでもよかったかもしれんな。これで経験値がたまりゃいいのにね。そういうところよ、桜大戦の。いや、まあ昔は別にね。おお、全然避けてないけど。おう、私の出番ですわね。スミレさん弱いんですよね。弱いけど、あ、いけた。やりましたわ。このカバウが生きてるね。カンナで正解だったか。サンキュー、助かったぜ。カンナで正解だったか。サンキュー、助かったぜ。スパロボみたいに経験値が溜まってほしいなっていう部分と、スパロボにもこのカバウコマンドあってもいいんじゃないっていう思いがある。体調期設定して好感度が上がっていくの。だからスパロボのちょっと物足りないなと思う部分は、好感度上がれやっていう部分で、それ桜大戦やんってなるんだけどね。好感度上がっていいよね、スパロボでもね。戦場での絆もまだ一つ、絆というかドラマもあっていいんじゃないかなと。戦場でのね、そんな色恋にうつつを抜かすようなスパロボ選手はいてはいけないのかもしれないけど、作品のね、作品の垣根を越えてこう仲をね良くするっていうのを見てみたくない。逆にそういうスパロボがあってもいいね。逆にシミュレーションゲームばっかやってる。アクションやりたいな、アクション。うわっ、脇地やりよる。その二段アクションやりよる。多分ね、まあ、ここまで来てね、合体攻撃使うんじゃないかなと思うんだけど、使えない。あれ、合体攻撃使えない。もうちょっとこう、スパロボでさ、この主人公が、自分の作った主人公がさ、どんどん他のキャラクターと仲良くなったり、こう恋愛とかをしたりしながら、こう信頼度高めていきながら、そんなスパロボ見とうなかったっていう人がいっぱい出そうだな。さすがにそれは反感買うか。行こうぜ隊長。行こうぜ隊長。合点でさ。私の出番ですわね。あったけど夢をかき集め、探し物探しに行くのさ。We are。昔ニコニコで、あの忙しい人のためのみたいななかった。昔忙しい人のためのなんたらみたいな、忙しい人のための粉雪とかさ、あれ結構好きだった。なんかもう圧縮されて15秒ぐらいになってる。 We are もなんかいきなり We are で終わる We are があってるけどさ、スミレに当たりが厳しい。脇地さん、スミレに対して厳しい。めっちゃガードするやん。サンキュー、助かったぜ。これを突破するの厳しいな。死ぬことはねえだろうと思うよ。合体攻撃やない、合体攻撃や。どうなっとんだ、まだ足りんのか。
信頼が941だもんな。あともう1回ぐらい移動ができるぐらいの信頼度がないと確かできなかったはずだな。移動が2ぐらいになった時に移動がプラスに信頼。分かりにくい今説明したな。分かりにくい説明言いましたな。確かこういうね情報で見たら分かるんだけど、この操作、甲冑、信頼ってなってて、まあこれは操作してる人のあれだね、ステータスだけど、この信頼のゲージが941なんだけど、移動が2ぐらいになった時に確か合体攻撃は打てたような気がする。それは大神との合体攻撃なんだけどね。まあ桜なんか今210だね、210。ここが、まあある程度上がってきて、移動が2ぐらいになった時に、確か、ここに桜あげるのはちょっと危険かな。たーっ。各小撃破。ほら。うお。こっち行った方がいいかな。うん、そっち行った方がいい。一撃じゃ倒せない。そう、合体攻撃見たいです。へや、やりましたわ。この信頼度システムのあるスパロボな。そこがなんか、だからそこが一番スパロボの物足りなさを感じる部分だな。キャラクター同士の絡みをもうちょっと濃厚な絡みみたい。お、例えばルールカーあたりを攻略させてほしい。樹道ではない。なぜルールカーなんでしょうね。51か。551って今何を見て51って言ったんだろうな。やっぱまだです、まだですよね。合体攻撃見たかった。カンナの合体攻撃見たかった。あの、多分 YouTube とかに上がってるやつを見て確認してくださいってなっちゃう。強い。よっしゃ、まあ、わざとね、もう攻撃をもらいに行って、それでもって、っていう手もあるけど、ちょっとそれはね、しょうがないから、コーラの必殺でお茶を濁そう。強い強い強い。あ、強い強い強い。やったね。よかった。強い強い。とぉ。スムーズですね。スムーズですね。もう一マスいっとくか。へいへいほい。へいへいほい。よし。このシミュレーションゲームのこうやってる時って、あの、眠たくなるよね。見てる側も。でもやってる側も多少眠たくなってるから。多少眠たくなってるからそこは勘弁してほしい。催眠動画ということで。皆さんの快適な眠りをサポートする。こちら、桜大戦実況。第3話。俺は体調失格のその4でございます。皆さんの快適な眠りをサポートする。敵倒しても経験値も金も入んないからさ、戦うモチベーションがどんどん進められるからいいね。そういう意味ではね、そういう意味ではそれはいい、それはいいことだ。よほどもう毛虫みたいに嫌われてない体調でなければシナリオはクリアできるようにはなってるんだよ、桜大戦ってやつだな。あえてまあカンナが近づく。マリアいねえぞ。
なんと。そして桜が撮る。ちゃんと桜が見つけるんだな。大神が見つけるんじゃなくて。一足遅かったか。ふははは。女は預かった。返しておくは大神一郎。返してほしくは大神一郎。貴様一人で来るがよい。その時までこの女の命を預かっておく。蒸気船が結構良さそうなものだよな。良さそうな蒸気船が。これは罠、これは罠。自分の部下も名乗れなくて何が隊長だ。大神さん、いいか、もしマリアだけでも戻ってこられたなら、彼女を隊長として花組を再編しろ。自己犠牲精神の塊。あとは頼んだぞ。これが日本男児よ。どうなんだろうな、どうなんだろうな。こういうの好きだけど、好きだけどどうなんだろうな。ちょっと時間21分来てますが、続けます。多分いける。読んで終わらしたいんだ。読んで1,2,3 読んで終わらしたい。いやでも切ってよかったな、切ってよかったな。失敗したか。十字架来たか大神、いい度胸。あ、今の切っときゃよかったな。マリア無事か。見ての通りだ、見ての通りだ。少尉どうして来たのですか。どうしてと言われましても、部下を助けるのは当たり前だ。逃げて。罠っつったってね、罠かもしれない。俺の判断ミスかもしれない。でも君をここで見捨てることは俺にはできない。私なんかのために。本当に臭い芝居もそこまでだ。確かに続きはメイドでしてもらおう。確かに臭い芝居だった。いや爪長いですよ。そんだけ爪長いと結構すぐ折れちゃいますよ。立て大神。簡単にくたばられても面白くない。この状況ここまでおびき寄せといて、最終的に1対1の勝負をする男気よ。刹那の男気よ。1対1じゃなくていいだろ。もうちょっと卑怯に戦ってほしいよ。だらしがないな。ああもっと卑怯でいいよ。ではとどめだ。1対1でっていうか、そのせめて大神は丸腰にしてるぐらい。勝利。お、アニメ。何これ。こんなあったでしたっけ。な、何事だ。そこまでよ。そこまでか。塗りの力が、後部へかける情熱の低さがうかがえる。もうちょっと塗りが。古代の時のために各隊員の制服の襟に発信機がつけてあるのよ。そうか。これマリアの判断ミスじゃない？ちゃんとあの制服着てきてくれたらさ、すぐどこにいるか分かったのにさ、あんな私服で出ていくから。振り付けさせてもらうよ。隊長、この場はマリアの後部はまだ使えるよって。さ、はい、やばい、ここから長い。さては長い。バカだよあんたたち。行こう。今度はマリアがさ、この私服で来なかったガウみたいな服で来なかったらさ、普通に発信機でさ。よし、じゃあここまでだ。次回ちゃんと終わらせます。ここまでにします。はい、ということで、ほらまた。